フランチェスカです。さあ今回は染めた髪の毛の色落ちの変化の動画を撮っていきたいと思います。前に動画でカラージェネレーションのビシャスブルーっていう色で髪の毛を染めたっていうやつを撮ったんですけど、こういう派手髪とかカラートリートメント系って結構色落ちが早いし、どんな感じに変化していくのかってね、メーカーとか種類によってバラバラなので、いつもそういう系を試した時はね、色落ちの変化で元に戻るまでの動画っていうのも合わせて作っておるわけですよ。今回もそれでやっていきたいと思います。ちなみに今ですね、何日か経っているのもあってちょっと緑っぽくなってたり、あとねコメントでもご指摘いただいたんですけど、ちょっとムラっぽくなっててね、色がドドメ色みたいになっているんですけど、でもね一応今回ブリーチ2回して結構明るい髪の毛からのスタートだったし、青い色もちゃんと一部ですが入っていたので、まあ、これがねどれぐらいで元に戻ったり変化をするのかっていうのをまとめていきたいと思います。できるだけちょっとでも長持ちさせたいなという方はそういうのがいいと思うし、結構秋っぽくてすぐにコロコロいろんな色に変えていきたいから早く落ちる方がいいっていう人もね、それぞれいると思うので、それが一体どんな感じで色落ちしていくのかっていう参考にしていただければ嬉しいです。では行きましょう。